まずクライアントがそのまあ、ホテルのまあオーナーだったんですけど、まあそのクライアントがまあ新しい庭を作るにあたってまあ、ランドスケープアーティストとかが作った。その庭ではなくてまあ、建築家が作った庭を見てみたいところからまあプロジェクトが始まりました。まず、まあ1番最初の大きな理由っていうのは、あのまあその元々のホテルのその増築を。 まあ森の方にするというまあ話があってで庭を作る場所というのがまあその横の牧草地のところだったんですけどそれはまあ法律的にまああの森の方しか建物が作れないということがあったんですがまあそうなるとあの森をあの木をまあほとんどカットしなきゃ建物が建てられないということがあったのでそうであれば森の木をてこうすべてあの 移動して隣に新しい森を作ると同時にその元々の敷地があの水田50年前に水田にあったという歴史があるので、まあ、その水田の風景と、まあ、その森の風景を重ね合わせるようにして何かが作れないかというふうに、まあ、考えました。 そうです、ね、その人工物、まあ、人間が作ったものがあ,のある種自然とこう同等なものになっていくにはあ,のある種の,その時間の経過というものが、まあ、物理的に僕は必要だというふうに思っていてそういう時間の経過でしか作り出せないこのスケールのまあ風景をまあ何か作りたいというのが ありました,ただその最初からその最初の状態っていうのを何もなかったものから作り,作り出すというのではなくて、まあ、最初の状態であってもその森がもともとその環境がもともと持っていた時間の経過を含ませた上で新しい庭を作ってそれがさらにあの長い時間を育んでいくというコンセプトで作りたいと思ったのでそういう意味でももともとの,元々の 森をこう利用しながらでそのもともとの森だけじゃなくてもともとそこにあった苔を剥がしてまたあの置き直したりとかあのそこの場所に石を使ってあの飛び石を作ったりとかまあ水も当然その場所のものなんでまあ全てその場所でこう育まれてきたものをまあただそのレイアウトをこう入れ替えるだけによって新しい人工的な環境をある種その自然のものに近づけるようにして作っていきたいというふうに 考えま僕はこの度オーブン・アワードをその一番最初の受賞者としていただいたものなんですけどあのやっぱりあの 素晴らしい賞というのはあの、まあ、今までの価値観を超えるようなその建築の在り方もしくは建築家をあ,のある種認識する役割としてこうあるものだという,うに思っていて、まあ、で同時に、まあ、そういう賞をあの与えられたということは僕自身あのこれから先に このもらったことに対して何か応えていくような建築活動をしていかなきゃいけないと思うんですけどそれはまあもらったからといってやるわけではなくてまあその賞の,のあり方があの今後発展していくのと同じように僕自身もその建築今までやってきたのと同じようにあの建築が今まで持っていた価値観をこう改めてあの 問い直すもしくは改めて、まあ、あの認識し直すようなことを常にやっていきたいというふうに思っています。